スイッチで、たけしさんという配信者が、魔界村、超魔界村、スーパーハイコンの超魔界村、終わるまで、やめませんという配信やって。なんか、四人さんの弟子っていうことになってる。なんかとある時期から4人さんと一緒に動画活動でやってる配信者ですよ、たけしさん。前をオープンレッドで やってた、ワイオーフンレッドでやってて、で、ヨニーさんと一緒になんか、動画活動もやってて、あ、で、その、なんか、それ経緯は知らんけど、その、スイッチに移動して、そのスイッチ、一発での配信としてなんか、それなんか、今、裏でやってる。なんか、で、なんか、ツイッター見たら、チェックアウトして、なんか、超からやってきますみたいなこと書いてて。多分あれ、実質4人さんに書かされた文章だと思うんですよ。4人さんが考えた文章だと思うんですよ、多分。チェッカーでやっていくってつもりだったら、ツイッチのアカウント、チェッカーに申請出したんでしょうかね、たけしさん。まあ、仮に出してないとしても、他の人が出すっていう流れになる可能性がありますよね。スイッチ一発での配信になる。いきなりその、任天堂スイッチの本体、買う配信やって、で、そっからもうすぐに、超魔界がクリアするので終わりません、配信。に入った。まあ、仮にもし、そのね、たけしさんのスイッチのアカウントをチェッカーに申請出したんだとしたら、まあ、いつか申請通って、乗るといいですね。だって、たけしさん、いきなり、チェッカー関連の配信者、ツイッターフォローしまくってるの。まあ、多分あれも、ヨニーさんに、やれって言われてそうしたんだろうけど。まあでも、久しぶりに、ヨニーさんに新しい弟子ができた。あ、でもあれ、個人的に、弟子って言うのかなって感じなんですよ。前からオープンレックになんか、お互い、絡み合ってるしね、動画活動も一緒にやってるから、あんなに個人的には弟子っていう感じはしない。まあ、ツイッターの文章自体が、高確率で、あれ、ヨニーさんが考えた文章だろうか。